皆さんこんにちは、ハーナです。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、ここはですね、私の本業でもあります、お花の市場、朝早くから、この市場に来てお花を買いに来ています。このね、市場は東京にあるんですけれども、たくさんの問屋さんがあって、月水金がちょうど生理の日と言われている新しいお花がたくさんここに揃っているんですね。今日はほんの少しだけご紹介を Vlog としてしました。はい、毎日バタバタしていてなかなか上げることができないんですけども、ようやく完成しました。今日はその青いバラというねテーマでキャンドルを作っていきたいと思います。過去の動画でもダイソーさんで、購入してきました、パラフィンワックスのこのろうそくを使っていろいろなお花のキャンドルを仕上げていっています。はい、私が今日、作っていく青いバラはクリスティアーナという、通常淡いピンクのグラデーションがあるとっても綺麗なカップ咲きのお花なんですね。それを青いバラで形成していけたらいいかなと思いました。なので、今までの過去の動画のキャンドルの制作を見ていただければ、やり方はとっても全く同じなんですね。ただ中央のブルーの部分、そこだけがですね、何枚も重ねていくという手法になりますので、前回の時に、サンプルとして、制作動画の中に、加えていってるかと思うんですが、もう一度おさらいでね、今日は入れていけたらいいと思います。はい、今、鍋の中に温水が入っています。この温水を利用して花びらを柔らかく仕上げていきます。そして今見えてないんですけれども、右側の方にはパラフィンワックスがあります。これはもちろん溶けているパラフィンワックスを用意しています。ですから正面は温水で、右側にあるのはパラフィンワックスの溶かした液状のものになります。香りをね豊かに、したい方、つけたい方は今このパラフィンワックスの液状になっている90度以下あたりになっている時に、20滴ぐらいね入れると香り継続できると思いますので、この段階の時に入れてみてください。はい、では花びらを温水に入れてから、一枚一枚カーブさせています。ここからですね、最後まで、解説も入れますけれども、ご視聴いただければ嬉しいです。Thank you.
中央のブルー色のお花が終わりましたらば、周りはすべて着色のないパラフィンワックスの花びらをたくさん作って仕上げていきます。ここから、カップ咲きのバラの花びらをつけていきます。つけ方としては本当に、とっても簡単なんですけれども、よくコメントであるのが、つかないとか外れてしまうとかって、いうメッセージをいただくことがあるんですが、これはね、しっかりと溶かしたワックスにつけていないっていうところがあるんですね。もう本当に下の底の部分にはかなり、溶かしたパラフィンをですね、つけることをお勧めします。はい、遅くなりましたけれども、私のこの動画はアルコールインクアートやテクスチャーアート、アクセサリーやフラワーキャンドルなどをご紹介しています。一枚一枚花びらを丁寧につけていくことがポイントです。Thank you.
青いバラのこのグラデーションの可愛らしいカップ咲きのバラ、いかがでしたか？作り方はとっても簡単ではありますけれども、ちょっと慣れないとなかなか、作ることが難しいかもしれませんが、私の動画で、参考になれば嬉しいです。はい、これね、どちらかミンネで販売しますので、よかったらぜひ購入してみてください。はい、ここのバラの特徴はですね、周りは花びら自体色付けはしていないので、中心だけ色付けをするだけでもこんなに雰囲気が、出ます。全体的に色をつけてしまうとちょっとボタッとした感じになってしまうっていうのもありますので、ぜひそれはねポイントとして、押さえておいてくださいね。今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。アロマを垂らしてまた楽しんでもらえたら嬉しいです。ではまたお目にかかりましょう。